まあこの本で言ってることは、もう東京一極集中になって、後のところはもうガタガタに減っていくんですよね。ランチャイズチャンネル。未来の地図帳。はい、これはですね、この本ですけどね、この前に2冊このシリーズが出てまして、人口の激減と超高齢化社会によって、これから日本は大変なことになりますよということを世に問うて、まあ随分70何万部って書いてあるかすごいですな、ね。売れたっていうね、河合さんの3冊目の本ですね。今までの2冊も、まあ、大変その示唆に富むところはあって面白かったんですけど、フランチャイズとどこまで関わるかっていうとそこまでなかったんで紹介はしなかったんですけど、「未来の地図帳」っていう、これは47都道府県がこれからどういうふうに人口激減超高齢化社会になっていくかっていう予測が出ていて、その格差たるものがすごいんですね。すごいっすで、ね。これはさすがにフランチャイズに大きく関わるんですよ。まあこの本で言ってることは、もう東京一極集中になって、後のところはもうガタガタに減っていくんですよね。ね、人口予測なので、ほぼほぼ当たる外れるはずがないんですよ。ここに書いてあることを読むと、やっぱり2020年から20年後、25年後っていう予測なんだけど、まあびっくりしますね。秋田なんて半分になっちゃうとかね。すごいっすね。で、あと僕はここで一番びっくりしたのは、やっぱり三大首都圏って言われてるけど、関西圏はもう完全な地盤沈下が始まってんだね。三大都市圏の中で減少スピードが最も速いのは関西で、でもう一人負けみたいに減ってるんですよ。で、例えば大阪なんかは外国人が結構入ってるんですね。ほう。で、それでちょっと見えないようになってんだけど、実はかなりもう日本人としては大阪に入ってくる人もいるんだけど、それ以上に大阪から東京へ出てってるという、そういうデータが出てて、この予測によると、この2020、40年までに17%減るっちゅうんだよね。東京は減らないのよ、微増なの。他から入ってくるから。人口予想ってのはほぼなるんですよ。要するに今起こっている流れはもう止まらないんです。急に何かが起こって東京から大阪に流入するようになるなんてことはないんですよ。フランチャイズのビジネスを考える上ではですね、是非読んでおいた方がいいと思って、頭に入れておいた方がいいと思うんですね。今後20年25年後にはどれだけ地域格差があるかって話で、希望がある本じゃないです。だって結論としては、東京以外はもう沈没しますよみたいな話で、じゃあ東京もいずれ沈没みたいな話で、前の2冊に比べても結構暗い本なんですよ。でもじゃあ、これを読んで、これはでも僕はこうなると思います。ほぼほぼ当たるんだと思います。じゃあその中でフランチャイズっていうのはどう考えなきゃいけないか、じゃあフランチャイズビジネスもこれはもう結構暗いのかというと、僕はそうじゃないと思うんで、それについてもう一本。